知念くんの秋です。今回はヘアバンドの被り方ミディアム編っていうのをやろうかなと思います。去年ぐらいに、僕の髪の毛がまだ今から20センチぐらい長い時にヘアバンドの被り方っていう動画を撮ったんですけど、今僕はそこからだいぶ切ったので、今のミディアムぐらいの長さですね。だと、どう被ってるのかっていうのをご紹介しようと思います。なので、おすすめの被り方ではあるんですけど、僕はこう被ってますっていうのをご紹介しますね。じゃあ早速ご紹介します。今僕の髪の長さはこんな感じですね。はい、これぐらいの長さでってなると、やっぱりもうこうやって全部バッと被る方が多いのかなとは思うんですけど、やっぱりこれってそんなにかっこよくないというか、ものすごく家感があるかなと思うので、これはやっぱり外ではないかなと思います。じゃあどう被るのかなると、今これぐらいですね。はい、これぐらいの長さなんですけど、これを僕は耳にかけられるので、僕は耳にかけちゃいます。耳にかけて、ロングの時はこの首にあってあってから上げた方がいいですよってご紹介したと思うんですけど、これぐらいの長さだとやっぱり上から行った方がいいんですよね。その理由がやっぱりあんまり前髪は出さない方がいいかなって思ってるので、なのでこれをまず一旦上から行きます。そのまんまで、後ろですね、後ろは全部こう出します。後ろは全部出して、で僕今、パーマかかってるのと、ちょっと今ムースついてるんですけど、それでちょっと動きを出しながらですね。で今の状態だと前髪は今もうほとんど、多分ここら辺に埋まってるかなと思うので、ほとんど触ってないというか出してない状態ですね。で、それぐらいの方がこんな感じになるので、程よい感じでいいのかなって思います。そうで、こんな感じですね。で、ロングの時は多分僕耳出してたと思うんですけど、ミディアムぐらいの感じだと僕は耳半分ぐらいで被るのがいいかなと思ってます。いかがでしょうか。少しでも参考にしていただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。